これ川縄文館の推し点。推し点とは、これ川縄文館の一押し展示品を紹介するコーナーです。これ川縄文館学芸員の佐藤千尋です。私の一押しの展示品はこちらの屈折土偶です。この土偶はこれ川中遺跡から出土した縄文時代晩期中頃のものです。なだらかな体の輪郭に開いた口、垂れた目から感じる圧倒的な緩さが魅力です。また、餃子のような形の頭部やパーマを当てたような髪型が特徴になっています。他の土偶が装飾が多く凝ったものが多いのに対して、展示ケース内では異なった趣が感じられる資料です。縄文時代にももしかするとゆるキャラブームがあったのかもしれませんね。これ川縄文館にぜひご来館ください。